ちなみにメジャーはご覧になってました？いや見てました、もちろん、ね、ド世代ですね。そうなんですね、はい、実は僕とひかりちゃんメジャーちょっと見れてなかったんですけれども、そうなんですね、まあ、野球を題材にした作品であるってことと、あとあのスタッフの方から、はい、田代が情報だけはキャッチしてたんですけど、なんか魅力ってなんか見てない僕たちにも分かるように、田代の魅力ではなく、田代の魅力がなくメジャーの魅力、メジャーの魅力、はい、いやでももう魅力はとにかくもう熱、もう友情とかももちろんあるんですけど、うん、もう見てるだけでもう熱くなるんですよ、うん、心が。そうね、でもいろんなキャラクターが出てくるんです、それこそ田代もそうですし、うん、主人公の重野五郎っていうピッチャーもいるんですけど、うん、もう全員に感情移入できて、うん、全員の気持ちが分かって、もうどん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 胸が熱くなっていくアニメです ね、 そ、 うね、それがとにかく魅力だと思います、うん、そうだね、重野五郎なんかも特に男の夢みたいなの、理想の男みたいな形なんで、全部詰まって男らしいし、もう筋肉もりもりだし、うん、かといったらもう不意に女の子にすごい優しかったり、かといってちょっと厳しかったりとか、もう恋愛もすごくこう、描かれてるんですね。そうです、描かれてます、ちょっとだからもう全人類が共感するワンシーンがきっとどこかにある、あるある、なるほど、はい、なんだ、メジャーセカンドっていう子供の作品までまた続いてる、めちゃめちゃ長いですよね、めちゃめちゃ長いです、長いです、まだ続いてます、ね、まだ続いてます、子供のお話で今もやってて、じゃあ今の子供たちもメジャー世代だよねってなってるってこと、はい、なってると思いますね、かもしれないです ね、 なってると思う、ね、すごい、ちょっとぜひ読ませていただきます、田代に注目してちょっとだいぶ見続けないと出てこないんですけど、ぜひ見てください、はい